はい。寿司屋の土屋の相席イースカーです。はい。今月からはですね、こちら、リバーサイドというプラットフォームで配信をやってみたいと思います。リバーサイド、はい。えー、スポテ f ファイ、ポッドキャスターズというですね、ちょっとそういったものをこれまで使ってたんですけども、この編集ツールがこれから変わると、 いうことで、このリバーサイド FM というのをですね、ちょっと使っています。冒頭に音楽流してみたんですけど、聞こえましたでしょうかどうかなはい。ということで、今日もいでたちもですね、全然変わった感じでやっております。はい。サウジアラビアですね。まあ、この民族衣装みたいなものを着てるんですけどなんでこんな格好してるかというとですね、えー、昨日ですね、市民起点のスマートシティを語る会ということで、毎月1回、 やっている、配信のものありますけども、あの、サウジアラビアのスマートシティという特集をテーマに、開催をいたしました。はい、サウジアラビアは何でかというとですね、まあ、これ、いつも我々でメンバーでやっているササノさん、周平、周平ササノがですね、サウジアラビアに7月から行ってしまうということで、サウジの状況どうなんだろうということを、いろいろリサーチをですね、してきたと、してみたということでございます。はい。 で、今回ゲストでお招きしたのはですね、平山裕太さん、えー、元ですね、WF 世界経済フォーラムの、えー、産業革命日本センターでですね、いわゆるスマートシティの分野の あのリードプロジェクトリードをです、ね、されていたんですけども、今はあの独立されて、アイデアポスト株式会社の社長ということで、まあ、いろいろなところで,です、ね、そのスマートシー関連の分野を進めておられる方でございます。で、この方がですね、今年の3月にサウジアラビアで行われたリープというです、ね、イベントに、いわゆるスピーカーとして参加してきたということでございます。 でこのリープというイベントなんですけども、あの、サージアラビアの首都リアドで行われるイベント、テクノロジー系のイベントなんですけども、その中で、今、 世界がら17万人ですかね。あの、その会期地を訪れるというイベントらしいんですが、まあ、そこにあの日本人として訪れてですね、あの、日本のスマート市についてまあ紹介をされたということでございます。で、そのあたりの状況があったんですけども、まあ、すごい普段あのプレゼン非常に上手い方というかですね、まあ非常に大きな視点で、あの、物語るのがとても上手い方なんですけど、今回どうもですね、 なんかうまくいかなかったっていうような話を聞きました。で、これがどうしてなのかなというのをちょっと伺ったのが非常にあの、面白いというかですね。あの、面白いって馬鹿にしてるわけじゃ全然ないんですよ。死者に飛んだお話だったということです。で、まあ、日本においてはですね、非常にあの、いろんなテクノロジーはもう既に蔓延しているんですけども、イノベーションのジレンマっていうものが、 がありますということです。まあ、いわゆる、こう、もうかなり、あの、テクノロジーですテム新しいのを使わなくても、まあ、これまでの、まあ、いわゆる人力に頼ったっていうところもあるんですけども、もう相当、あの、社会のインフラとして整っているがゆえに、逆に、その世界でですね、まあ、これから作ろうとするような、まあ、テクノロジーというのは、あんまりこう、普及してないみたいなところで、でそれのことをもっと遅れてるって言われてる。ちょっとこれっておかしいんじゃないか、ということで、 まあもうすでにですね、そういうロボティクスですとか、まあそういったものも、まあ、あの、活用の余地があるということをまあおっしゃっていたんですが、特に日本はですね、やっぱ人口減少ですね、まあ今後働き手がいなくなってしまうという中で、こういうテクノロジーを使うことが重要だみたいな、まあそういう状況をですね、紹介したところ、どうもあの、観客の皆さんの反応があんまり芳しくないというようなことでした。で、なんで芳しくないか、 というのを、あの、平山さんご自身ですね、分析すると、なんて言うんでしょう。まあ、ご自身の栄養力があるとか、そういう話では全然なくてですね。あの、やっぱりその、リアドの、あの、サウジのスマートシティなんかも相当、ま、大きな、あの、スマートシティ関連ですとか、あの、テクノロジーに関する投資ですね、ベンチャーキャピタルなんかの投資がすごくあってですね。 でそのリープの中でもいろんな展示がもうあの見切れないぐらいまあ大きなていろんな展示があったんですけども、もうほんと人とね、見まごうぐらいの,あのすごい反応のいい、あの、う何でしょう動きの滑らかなロボットの実演なんかを見てる中で、なんとなくちょっとこう、あの、人工圏でとかネガティブなところからあの話してしまったがゆえに、ちょっと 聞いてる人たちのですね、興味をですね、失ってしまったんじゃないかということです。で、このスマートシティなんかも、今後あの、若い人たちがですね、あの、街をですね、より良くしていくという、街世代に引き継ぐ基盤みたいな言い方してるんですけども、逆に、そういうネガティブな話なんかをですね、したときに、あまり皆さんに、こう、なびいてもらえないんじゃないかっていうことを、 なんですね。まあ確かに、ちょっとストーリーラインとして、あの、そうですよ。あの人口減少するから、まあこういうテクノロジーをね、うまく使いたいみたいな、そういう話、ついしちゃうんですけども、なんかそういうことだと、ワクワクしないというかですね、興味があんまり湧かないというか、なんとなく、希望がない感じがしちゃう。で、これを、なんかやっぱり、 言い方変えてった方がいいんじゃないかということなんですね。本当にちょっと私も反省します。あの、そういう言い方ばっかりしてきちゃったので。なんかまあでもそれはね、テクノロジー使うのに、この、アレルギーのある方が、あもうしょうがない、やらなきゃいけないんだな、というような入り方をするよりも、もうちょっとこう、なんでしょう、そういうことで積極的な方々がですね、こう、ああ、いいじゃん、やってみようよ、みたいな。なんかその、取り組むこと自体に、この、ワクワク感を覚えるような、なんかそういったような、 ストーリーを組み立てていかないとですね、これしょうがないんじゃないかなというふうに気づかされたところです。はい。ということで、まあ、そういう、なんでしょうね、まあ日本の状況なんかを伝えるような時に、まあどうしてもちょっと課題先進国みたいなね、なんかそういうことを言いがちではあるんですけども、なんかもっと本当は、あの、訴えかかれることっていうのがあるはずです。ちょっとそういったものを今後、なんか考えていきたいなというふうに、えー、思いましたということです。はい。 ということでですね、あの、こちら、寿司屋の寿司屋の相席イースカ。今後ですね、ちょっとこういう形で、あの、時々、えー、えオンラインの、あの、顔出しなんかでもやっていければと思います。ということで、今回は、えー、え市民起点のスマートシティを語る会、サウジアラビア編でお届けいたしました。このリーフというイベント、またぜひ注目してみてください。それでは。